リッフィーが〇〇やってみた。今日はこれ、缶詰ゼリー。みんなこんにちは、リッフィーです。僕ね、最近お料理にハマってるんだよね。好きな番組は3分クッキング。えへへ、僕も3分で美味しいものを作ってみたいと思うんやよね。今日作るのはみかんゼリー。どれぐらいで作れるかドキドキするな。ちゃんと3分で作れるように頑張るぞ。パチパチパチ。あ、スタッフさん時間測ってほしいな。よろしくやよ。さて、気を取り直して、よーい、スタート。まずは缶詰のシロップを器に移します。だいたい80ミリくらい。慎重に慎重に。よーし、次はゼラチンを溶かすために電子レンジで温めるよ。レッツラゴー。よいしょよいしょ。1分後。よいしょよいしょ。シロップを温めてきました。容器が熱くなるからみんなも気をつけてね。次はこれ、ゼラチンパウダー。えい、これを入れていきます。よいしょよいしょ。オッケー。次はスプーンでかき混ぜます。しっかり丁寧に。みかんの果肉の登場。くっついてるのもしっかりね。スプーンで平らに。よし、一旦これで完成。それじゃあ冷蔵庫で冷やしてくるね。まだかな。1日後。はーい、リッフィーです。1日冷蔵庫で冷やしてきました。上手にできているか見てみよう。オープン。じゃじゃーん、見て見て、綺麗に出来上がったよ。美味しそうだな。でもこの器じゃちょっと味気ないので、おしゃれな器に盛り付けていくね。おいしそう。早く食べたいけど我慢我慢。ちゃんとゼリーになってる。これでいい感じ。
みかんゼリーなら3分でできるし、火も使わないから安心だね。ぜひみんなも作ってみてね。それじゃあ、僕早く食べたいから今日はここまで。バイバーイ。いただきまーす。おいしい、おいしい。キッフィーの挑戦はまだまだ続く。岐阜公式チャンネル、チャンネル登録してな。